マット・モリスは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、ミドルタウン出身の元プロ野球選手。うとうみぎち。高校時代は、野球の他にサッカー、バスケットボールもプレーしていたモリスは、ニュージャージーにあるシートンホール大学へ進学する。3年間で21勝と好成績を収め、1995年のドラフトでカージナルスに1巡目で指名され入団する。 マイナーでも期待通りの成績を残し、1997年には、開幕ロースターに残り、ローテーション入りを果たす。トット・ストットルマイヤー、アンディ・ベネス、アラン・ベネスの兄弟、ドノバ・オズ・ボーンに続く、先発5番手と思われていたが、終わってみれば、チームトップタイの12勝を挙げ、新人王も期待された。だが、蓋を開けてみれば惜しくも、スコット・ローレンに次ぐ2位で終わった。 翌1998年は肩の故障などで二度 DL 入りし17試合の当番にとどまったが防御率は前年よりも下げ順調に成長しているかに見えた。しかし1999年のスプリングトレーニングで肘を痛めてしまい4月13日にトミー・ジョン手術を受けシーズン前休となった。二千年シーズン序盤はほぼリハビリに費やし五月末に昇格後は 術後の球数制限もあり、リリーフとして登板、ナリーグ中畜優勝に貢献する。傷も癒えた2001年は22勝を挙げ、最多勝利と、カムバック賞を獲得、オールスターにも選出された。カージナルスの20勝投手は1970年のボブ・ギブソン以来であった。名実ともにカージナルスのエースとなったモリスは2002年にも中畜優勝に貢献。 2004年には念願のワールドシリーズへと進出する。しかしレッドソックスに4連敗、モリスも防御率8.31と散々な結果となった。オフには違和感を覚えていた右肩の手術を行っている。2005年は DL で開幕を迎えたが、クリスカー・ペンター、マーク・マルダーに続く3番手として、5年連続の2桁勝利を挙げ、中畜優勝に貢献。 リーグチャンピオンシップシリーズでは、ヒューストンアストロズに2勝4敗で敗れた。FA となったモリスは12月13日に、ジャイアンツと3年総額2700万ドルで契約し、カージナルスを去ることとなった。5度のポストシーズン進出に貢献した、モリスであったが、通算15試合に登板して、防御率4.05、2勝4敗と、 レギュラーシーズンほどの成績は残せなかった。彼が去った2006年にカージナルスがワールドシリーズに優勝したのは皮肉な結果である。ジャイアンツに移った2006年は6年連続の2桁勝利こそ挙げたが自己ワーストの防御率4.98と安定感を変えた投球内容となった。2007年はシーズン中盤から調子を落とし、 ラージャイ・デイビスとマイナー選手との交換でピッツバーグパイレーツに放出された。だがその後も不審が続き、2008年4月27日にパイレーツから解雇され、3日後の4月30日に現役引退を表明。ありがとうございます。